くしんくん。しおくん出る？よいしょ。なぜなでもしながらしようかね。はい、いいよ。ありがとう。しおくん出たからね。あ、本当？うん。はい。しおくんはね、おとなしいから。うん。ハンズちゃん、そうだね。ハンズちゃん、もうちょっとマオイママさんと仲良くなってきたら外出ようね。もう逃げ出さないでしょ。はい、はい、キックキック。なんかしおんくんは腕にキックするのだんだん覚えちゃってる。うん、うん、
うん、あげてるんだけどね、うん、いた、噛まれたなんだよその甘え方しやんくん、だいぶなんかこう濃厚な甘え方になってきたね。はい、キック用の魚、はい、どうぞ。それでも人間の手の方がいいのか。うん。くる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 。しおんくんの方にカメラを向けてみようか。はい、ちゃこちゃんだよ。しおんくん、あんま興味ないか。もっぱら今の興味は、あんずちゃんの方に。いや、そうでもないか。まだ頭がチラッと見えてるだけってことですね。頭が何の時に、どれだけ頼られるか仲良くなれるかですかね。あ、そうですね。今のところですね、全く何が起きてるか、分かってない様子に見えます。再びこんにちはということで、こんにちは。あれこれ今、アンズちゃんはどうなってるんですか？アンズちゃんを見せましょうか。アンズちゃんは、こんな感じですよ。ちょっと遊んでます。シオンくんがですね、ものすごくベタベタに甘える子に今なっています。これはどうしてでしょうか？ラブくんが旅立ってしまったから、寂しさも含め、あとは僕の天下だとでも思っているのか、めっちゃめちゃに甘えてきますが、そしてアンズちゃんとの仲がこんなに良くなるし、アンズちゃんはなんだか子供のように遊ぶようになるし、いい傾向なんですけれども、ちょっといろんなことが同時に、我が家では起こっています。うん、そうだね。しおんくん、あ、しおんくんがちゃこちゃんを見つけましたぞ。そしてちゃこちゃん、皆さんちゃこちゃんの顔がお分かりでしょうか。あー、線で見えないか。
ね、ちょっと耳の小さい子なんですよね、スコティッシュにちょっと系列的に似てるのかな。あ、危ない危ない、シオンくん、なんかラブちゃんが乗り移ったようないたずらがたくさんするようになったね。シオンくんはね、うん、乗ってくるとすっごい元気で、そっか、うん、よし、ちょっと抱っこしよう。はい、どうぞ。はい、アンディちゃん。はい、どうぞ、やつだよ。はい。じゃあ、ちょっとまでなではなしね。はい。はい、シャンくんご飯だよ。はい。はい、はい、ご飯食べてください。はい、どうぞ。はい、はい、いただきます。はい、食べてます。もりもり食べてます。ウェットと、はい、かわいい、まあ、シャア言ったの分かりましたか、分かんないかな、遠くて大丈夫、うん、これ閉められる、ごめんね、カシャカシャ言ってね、入れたいところね、なんか好きなのがあったら食べてね、チュールって言ってもあったけどね、うん、あともし食べなかったら後でチュールあげるかな。チョコちゃんに関してはですね、まだ初めてうちに来て、人の手から、まあここでご飯を食べるというのは初めてなので、このまま待つしかないです、耳が小さいのはまだ子供だからって思いましたが、やっぱり小さいんですね。そうですね、この年齢の時に来たラブくん、シオンくんの耳はめっちゃでかかったです。あのアニメのジジかと思うぐらいの耳をしていました、それからするとですね、本当に小ぶりで、ちょびっとしかついてない耳ですね。